を初めてインタビューさせていただきます、はい、サイキックについて、うん、並木先生はサイキックというので、はい、最も大事なことは何だと思われますか、はい、サイキックであるっていうのはバランスだっていうふうに思ってます。それは肉体的精神的含めて両面含めてまたはそのエネルギー面ですよね、まあ、オーラとかっていう含めた目に見えないそのエネルギーの部分も含めたバランスが最も大事だというふうに思ってます、はい、あのこの質問の前に実は今すればよかったなと思ったんですけど、はいはい、そもそもサイキックって何だと、うん、はい、そうですね、サイキックっていうのは例えばそのサイキックな感性もしくは能力を、まあ、駆使するものを表すんですね。だから例えば霊視とか霊聴とか霊感とか霊知とかいろんな分類の方法がありますけど、そういったサイキック能力を自分の意思を持って使える人をサイキック能力者というふうにもしくはサイキックと呼びます。つまり霊感が強いんですって言い方があったりしますね。でたまに感じたりするんです、こう場合によっては見えることがあるんですみたいに、その自分の感覚や感性を自分の意思を持って自由自在に使えなければそれは能力とは言わないんですね。能力というのは自分の意思を持って今ここで使うという意図のもと明確にそれを発露させることができることを言います。なのでそういった意味ではその霊感が強い人というふうに言ったときにはそれは能力者というふうには言いません。なるほど、はい、つまりは自分でコントロールできるそこまで含むということなんですね。サイキック、サイキックもしくはサイキック能力、サイキックというのは霊能者という意味なので能力者、能力者になっちゃうのでちょっと能力者ってつけるとおかしいですが、サイキックというのはそういうことです、はい、じゃあ例えばもう分かってしまって困るけど、はい、自分が知りたいことは分からないし、うん、自分ではもういかんせんどうしようもないという状況では、はい、サイキックではないわけですね。ないですね、はい、そのコントロールは長い年月をかければできるようになるものですか、はい、うん、すごいこれってアバウトな言い方に聞こえてしまうかもしれませんけど、コツみたいなものがつかめた時にそれができるようになるんですね。僕も最初はそういった感性というものが開きっぱなしで結局ところ構わず例えばスピリットが見えるとかそのオーラが見えるとか情報が入ってくるとかこれは能力とは言わないわけですね。それを師匠のことで、まあ、トレーニングすることを通してそのコントロールする術を学んでいったんですよね、はい、そういえば並木先生は、はい、修行なさってるんですもんね、はい、まあ、修行という、はい、あの言い方が適しているかは分かりませんが、はい、ちなみに滝行とかもありましたが私は大丈夫ですみたいな感じでしたなるほど、うん、あのその並木先生の開きっぱなしの状態から、はい、うん、どのぐらいであ、コントロールできているというところまで行ったんですか。それもね徐々になので本当にできるようになったのは26、7このあたりかなからです、はい、10年くらい。そうですね、15の時に師匠のことに行ったのでそこから10年ですね、はい、それは結構大変でしたね。そうですね、はい、もちろん徐々にそれはコントロールができていくのでずっとそのまんまこう何かこう霊的なエネルギーに苛まれるとか、翻弄され続けるとかそういうのではなかったですけどね、はい、むやみにサイキックな能力を開花するというのは、はい、ネガティブな表現かもしれませんが、はい、危険なことでもあるんですね。危険な場合があります、うん、つまり、まあ、簡単に言うとなんですけど一つ一例を出せば僕たちはその、情報を受け取るためにアンテナを立てます。アンテナを立てるんですね。でもこのアンテナが立つためにはグラウンディングといって設置がちゃんとできてないとアンテナは高く安定して立たないんですね。でこの状態がこうじゃあサイキックな能力だけを伸ばしたいと言って例えば修行します、またトレーニングをします。でアンテナだけが伸びていくんだけどでも例えばグラウンディングっていうのが甘かったりするとこの伸びていったこのアンテナがむよーんむよーんって非常に不安定に揺れるんですね。簡単に言うとそうするとこの
上の方にパンって立ってる時に工事の存在のメッセージや何かをキャッチする。あ、これはすごいって思うかもしれないけど、これがまた不安定にブヨーンってなったりすると、例えばそこら辺をさまよっているいわゆる浮遊霊みたいに言われるようなのと接触したりすると、ここの情報が入ってきます。そうするともう全然違うものになるのは当たり前 でなおかつそのアンテナを掴んだ彼らがあなたを騙すことだってあります。だからそういう意味でちゃんとそのサイキックとしてそのバランスを取っていくっていうのがさっき一番大事なことだと思いますというのはそこにあって、その自分のエネルギーの状態なり肉体の状態なり精神の状態なりというものをしっかりと安全にサイキックとして成長していけるために日々整えていくっていうのはとても大事なんですね。そうするとグラウンディングとプロテクションが大事ということですかね。そうです、簡単に言うとグラウンディングとプロテクション、そしてセンタリングです。センタリング、はい、センタリングです。なるほど、はい、そのセンタリングとグラウンディングが、うん、区別がわからない人もいると思うんですが、はい、授業ではそういうことも教えていただけますか。はい、もちろんです。でいてもう本当にシンプルに言うとこのグラウンディング、センタリング、そしてまた自分の、まあ、エネルギー、肉体も含めたエネルギーをクリアにすることを通して、もうそれだけで本当にそれを真面目に続けていくだけでサイキックと呼べるぐらいに能力を開花していくことも可能です。あとそのサイキックといえば、はい、例えば霊視霊聴だとか、はい、まあ、クリアボイアンス、クリアオーディエンス、うん、クリアセンティアンスとか、うん、あとは他にも、うん、こうテレパシーとか、はい、いろいろ ね、はい、ありますが、うん、その能力の発動の仕方はその方の持っている性格だとか、はい、個性に基づくものですか。そうですね、得意な感性、つまりその霊視とかっていうものを感性と表現する、得意な感性もしくは得意な能力というのがみんなそれぞれ違うんですね。性格が違うように。だから霊視型の人、霊聴型の人、霊知型の人、または霊感型の人、またはそれが複合しているという人もいます。なのでもう本当に例えばそのシンプルに言うと視覚に目が奪われる、だからその人が着ているものをよく記憶しているとか、色を記憶しているとか、景色を記憶しているとかっていう風にその視覚情報に意識が触れやすい人というのはいわゆる霊視型になりますし、例えば音楽だったり人の話し声だったりとか、そういった音に敏感な人というのは霊聴型だったりするんですね。だからそんな風にこうそれぞれの、まあ、特性があるんですけど、一番大切なのは自分にとって、得意な感性からもしくは得意な能力から伸ばしていくっていうのがとても大事なポイントになります。そうするとそれを伸ばしていくことでその他の霊視、例えば霊聴を伸ばしていく、得意でね、そしたら霊視とか霊知とか霊感というのが底上げしてアップすることなんですね。だからそういう伸ばし方っていうのもとても大事になります。霊感型なのに一生懸命霊聴とか、霊聴型なのに霊感をとかっていうふうにやっちゃうと全部がこう中途半端になってしまうこともあるんですね。なるほど、はい、よくわかりました、はい、ちょっとこう褒めて伸ばしてあげる的な。あ、そんな感じです。ちゃんと認めて受け入れてあげるみたいな。なるほど、霊感は嫌みたいな、みんな霊視がいいみたいに言うんですよ。で、見たいみたいな感じられるんだけど私は見たいんですっていう人もいるんですが、ここがねちょっとずれていくすごくこうポイントになる部分でもあるので、ちょっとそういったところもね詳しくお話できるといいかなというふうに思います。はい、かしこまりでございます。はい、そうしましたらですね、うん、3月9日、はい、アメリカ在住の、サイキックミディアム、はい、ミディアムサイキック、はい、ジョン・ホランドさんと、はい、並木先生、このコラボもねスペシャルな初、ね、はい、そしてサイキックっていうテーマでやるっていうのは ね、はい、珍しいことなので、はい、皆さんぜひそのサイキックな力を自分により適切に使う。そうです、そうです。結局生かしていけないと意味がないんですよね。例えばそこにね、じゃあ男の人が立ってますね、でっていう話になるわけですよ。別にいいんですよ、それはそれで。なんだけれどもそれをちゃんとこう自分の人生がよりこう豊かになっていくために生かしていくことができたらもっと最高ですよね。だからやっぱりそういう視点からトレーニングをしていくこと、またそういうふうにちゃんと活かせるようなその意識の持ち方、作り方みたいなものっていうのに僕はすごく大事だなっていうふうに思ってます。しかも安全にそれを発露できるようにトレーニングしていくっていうことが何よりも重要だなっていうふうに感じてるんですね。はい、ナイスです、はい、お時間がかかりないですがぜひ一緒にお勉強しましょう、はい、そうですね、本当に僕たちの本来持ってるそれは才能です。
サイキックじゃない人は、要するにサイキックな能力がない人っていうのは一人もいないです。私は霊感がない、霊能力がないっていうふうに言う人もいますけど、それは絶対にないんですね。僕たちの本質に備わっている能力なので、あとはそれに気づいていかに伸ばしていくか、しかもそれを安全に伸ばしていくか、これがポイントになるので、そんなところでね、お勉強みんなと一緒にできたらなというふうに思っています。ということで、皆さんと、3月の、6日です、お目にかかれるのを楽しみにしています。並木義和でした。